久保さん情報発信が最強説にしましょうか。情報発信ね <laughs>。まあ情報発信どうすか最強じゃないですか。まあ何をくら、何と比べて最強、何と比べるかによってまた変わってくると思うんですけど、なんですかね、なんかあの、もし逆に言うと最強じゃなければできないっていうところもあって、なんかその、このね、 僕はウェブカメラに向かってこう喋ってますけど、この1本あたりの収録にかかる費用ですね、スタジオ費用とか、それがまあ、ね、毎回1本取るのに1000円、もしくは1万円かかります、スタジオ費用かかりますとかだったら、まあ僕は推奨しないですけども、いくらでも量産できるんですよね。いくらでも作れるし。うん。で、まあ、久保さんもいろんな動画アップしてるんで分かってるとは思いますけど、 本当ね、まあまあ今後 Google の、まあ、YouTube の仕組みが変わるか分かんないですけど、今現状としても、まあね、あのタイトルだけで別にカスタムサム内容も、ね、何もいじんなくてもタイトルだけで再生されたりとか、なんですかね、結局その、まあそれがお金になるわけですよね。今はこれお金になってないんだけども、もちろん全部がお金になるわけじゃないんですよ。回らないやつもありますから。でも僕なんかは、久保さんもそうですけど、コンテンツビジネスやってるんで、再生数が3とかでも、まあそこからね、 売売上が上がががったりすするんですよその商品が売れ,れば、ね、だから YouTube の広告収入も出る時も出るしで、まあ、商品もねう売れれば売れるしっていうでもこの原型を作ってるものって何かっていうと何もないんですよ今今、まあ、パソコンに今僕のデータがこうどん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 保存されてると思うんですけど何もないんですよね何もないでこの収録が終わったらその動画ファイルが生成されてるんですけども だから無から U を生み出せるっていうこれ結構最強だなと思うんですよね今は無なんですよね何もファイルないですでも今,今は生成今原稿では生成してますけどだから普通だったらこういうものありきなんですよね物があってこれをどうぞって話なんだけどなん,かなんかこれを作らないといけないんだけどな,な,なんですかね無形というか無から有というかまあちょっと表現が難しいですけど、まあ、最強かなと思いますね いくらだからじな、なんすかね、もうほんと、昭和の根性論じゃないですけど、根性あればいくらでもできるっていう話で、<laughs> バカでもできるっていう。だから逆を言うと、あの、バカでも稼げる方法はこれしかないんじゃないかなっていう。うん。そうだから昔ね、僕、動画ね、いっぱい僕アップしてますけど、バカの一つ覚えたって叩かれたことあるんですけど、まあね、一つ、バ,バカ、猿のバカの一つ覚えたと。 まあそれでも自由な生活をしてればそれでいいんじゃないかなと思うんですけどね <laughs>。うん。でもそんなに縛るなんですかね、その動画いっぱいやってる方ですけども、別に自分が選択してやってるし、ぶっちゃけ暇っつうのもあるし、別に撮らなくてもいいですしね。うん。久保さんとの動画、これやり取りできるのは暇じゃないとできないですから。だから昔僕東京で働いてた時、久保さんとのやり取りこれはできないですよ。申し訳ないですけど、できないですね。てかやらないですね、さすがに。今は、 まあね、さっきちょっと飯食って、あのスパゲッティ自分で作って食ってたんですけど、あ、また来たな、みたいな, <laughs> な感じですかね。で、今日昼からどうしようかなと思ってて、まあそんな感じですだからその予定があんまないんですよね。久保さんもあんま予定ないと思うんですけど、その会社で。多分マージャン店をやってた時は、じゃあ今日は従業員、スタッフが誰々来て、お客さんこうして、みたいな、なんかあったと思うんですけど、うん ないんですよ、ね、あんま予定がうんまあ僕はまあ商品毎月売ってるのでまあそれはありますけどそれもなんですかねまあやることっつってもそれ用の動画撮るだけですからうんなんかほんとにね簡略化されてますねうんほんとありがたいこれを作らないと商売できないよってなると大変ですからねうんしかも置く場所も必要だしね在庫も必要置く なんかいろいろ大変ですよね <laughs>、うん、か無限に作れるっていうね無限ですよね <laughs> 言ってらっしゃい。